北陸トンネル火災事故。北陸トンネル火災事故は、1972年11月6日未明に、福井県鶴ヶ市の北陸本線鶴ヶ駅、南今城駅間にある、北陸トンネル、総延長13,870メートルで、発生した列車火災事故のことである。火災対策の不備により、乗客乗員に多数の死傷者を出す、大惨事となった。列車名で、 急行北国豪火災事故とも呼ばれる。午前1時13分ごろ、北陸トンネル内を走行中の大阪発青森行き501列車急行北国 e f 7 0 6十2県員10系客車15両編成の11号車食堂車押し172018喫煙室イスカから火災が発生。それに気づいた食堂車従業員からの通報を受けた。 車掌の非常ブレーキ操作と機関士の非常停止措置により、列車は運転規定に基づいて、直ちに停車した、鶴ヶ川入り口から 4.6km 地点。乗務員は、列車防護の手配、対向の上り線に、軌道短絡機を設置し、信号を赤にするを行った上で消火器等で、消火作業を開始したが、火星が強まり沈下は、不可能と判断したため、 車両の切り離し作業に取り掛かった。火星の激しさとトンネル内の暗闇で作業は難航。1時24分頃火災車両より後部を切り離し移動した後、1時29分頃トンネル両端駅である今城、鶴ヶ両駅に救援を要請するとともに、引き続き火災車両より全部を切り離す作業に取り掛かった。しかし1時52分頃 河川が溶断され停電したため、列車は身動きが取れない状態に陥った。深夜帯に発生した事故であり、列車編成全部に連結されていた寝台車では、多くの乗客が就寝中であったこと、煙がひどく、視界が悪かったことなども影響し、避難救助は難航を極めた。列車の停止した箇所がトンネルのほぼ中央で乗客が徒歩で脱出するにはあまりにも遠かったこと、 消火器以外の消火設備が全くなく、管轄の消防組織には肺炎者の配置もなく、またホースをトンネル内に延べ点することもできなかったことから、消火作業は何もできず、歩いて救助に行くことしかできなかったとされる。事故発生から数時間後に、国鉄職員、警察、消防団員らを乗せた救援列車がトンネルに入り、多くの取り残された乗客を救助したが、 煙に阻まれ、火元の列車には近づけないまま引き返すこととなった。救助に向かうにしても、消火に向かうにしても厳しい条件下での事故だった。国鉄から、鶴ヶ川の鶴ヶ味方消防組合への通報は、国鉄が災害対策本部を設置した10分後の午前1時51分で、発生から約40分程度の時間が経過。 今城側の南越消防組合に通報があったのは午前2時分と発生から1時間近くが経過していた。また、消防隊がトンネルに到着した時点では国鉄職員が現場にいなかったことや消防が救援のため鶴ヶ駅構内のモーターカーの出動を要請したが当初対策本部に鉄道管理局の許可が必要を拒否されるなど国鉄の対応はごてごてに回った。 当時、国鉄は電化のトンネル内で火災は発生し得ないとしていた立場から、排煙設備や消火設備を一切設置せず、またトンネル照明も、労働組合から運転の妨げになるという反対があったため、ともしていた。事故の通報を受け、トンネル両側より救援列車が運転されるなどしたが、火災が深夜の食堂車で発生したため発見、通報が遅れたこと、 火災車両から発生した猛烈な煙と有毒ガスが、排煙装置のなトンネル内に充満したこと等の悪条件が重なり、結果として30人、うち1人は指導機関士が死亡し、714人にも上る負傷者を出す事態となった。死者は30人中29人が一酸化炭素、中毒死、残る1人は避難時に水の溜まっていた。 排水口に転落して溺れたことによる溺死と断定された。1時40分に上り線を 506M 列車急行、立山3号、475系電車が走行していたが、軌道短絡機設置による赤信号により、事故現場から約 2km 手前の木の目信号上で停止した。その後、軌道短絡機が軌道から外れ、 北国から脱出した避難者が接触して外れたか、蹴飛ばしたものと推定されているが、最終的に原因は、不明。21分後に信号が青になり、運転士は異常を感じつつも徐行で出発させた。300メートルほど進んだところで、北国から逃げてきた乗客を発見したため、立山3号は急遽この地点で運転を打ち切り、ドアを開放し225人を救助した。 しかし、車内に煙と匂いが立ち込めてきたことから、乗務員は二重災害の危険があると判断、取り残された人間の助けを求める声は聞こえていた。ものの、その場から後退し、トンネルを今城側に逆走して脱出した。立山三号にとって幸運だったのは、事故現場との間に、こう、こうセクションが存在していたことである。このため、来た。 国の停車区間では停電していたにもかかわらず、今城方にわずか 2km ほどの立山3号の位置では、給電が継続れていた。なお、漏水誘導用土井が溶け河川に触れ停電した点については、その後の熱で再度河川から外れて、ショートが解消されたため、死亡した指導機関士が連絡をしたとき、送電を再開すれば、自力脱出が可能であったのではという意見がある。 しかし、事故発生時の状況から停電の発生原因の把握は困難と思われ、再送電による二次被害が起きる可能性を考慮すると、送電再開を断念する判断はやむを得なかったと考えられている。火災の原因は、推し17型の喫煙室調椅子カにある電気、暖房装置のショート、基準違反の配線と配線の緩みであったことが判明しているとされた。 初期の段階では推し17型調理室の石炭レンジからの出荷、あるいは喫煙室でのタバコの火からの出荷の説もあったが、断定はされなかった。北陸トンネルは着工時、国鉄の技術の域を結集した交流町大トンネルであり、その安全性は極めて高いとされていた。しかし開通から五年目の百六十七年、昭和十二年、鶴ヶ消防署が 国鉄に対し、北陸トンネルの火災時の対応について申し入れを行っていた。内容は、北陸トンネルを通過する列車に救命補助具や呼吸器を備えることだった。消防の方ではこの段階から、北陸トンネルで大規模火災事故が発生することを予期していたのである。しかし、電化トンネルで火災事故はあり得ないとする国鉄の建前を守るために、 国鉄はこれら消防からの要望、申し入れは一切封殺した。また、トンネル内の照明は普段消灯していただけではなく、一斉点灯させる回路が備わっておらず、火災発生時にも、個々の回路、照明具680個に対しスイッチ500個ごとに、スイッチを入れていた。これら設備面での不備が、被害拡大の要因になったとされている。この事故を教訓に、 地下鉄や長大トンネルを走る車両の何年か、不燃化の基準が改定され、車両の火事対策が進められた。車両の構造上においての主な対策としては、などがある。従来、長大トンネル内の列車火災時に、どのような措置をするのかは明確でなかったが、この事故の教訓から延長 5km 以上のトンネル、在来線13、新幹線7の計20カ所、 当時を長大トンネルと指し、次の緊急対策を実施している。また、列車回数の多い順長大トンネルについても、情報連絡設備、避難誘導設備、照明設備等の整備を行うこととなり、他にも乗務員用無線の難聴対策、沿線電話機の改良を等長大トンネルと同等の対策が実施された。本件事故を重く見た国鉄は、外部より、 学識経験者も招聘して、鉄道火災対策技術委員会を設置、1972年12月の大船工場での定置車両燃焼実験や、翌1973年8月の仮勝実験線における走行車両燃焼源を経て、1974年10月に、宮古線、現、三陸鉄道北クリアス線のサルトゲトンネルにおいて、 トンネル内走行中の車両を使用した燃焼実験を世界で初めて実施し、その結果から、これまでのいかなる場合でも直ちに停車するよりも、トンネル内火災時には停止せず、火災車両の貫通扉、窓、通風機をすべて閉じた上でそのまま走行し、トンネルを脱出する方が安全であることが証明されたため、運転規定を改めた。トンネル内のほか、 橋梁上や高架橋上でも停止しないことになった。合わせて、北陸トンネルのような長大トンネルであっても、トンネルを脱出するまで炎症を食い止められるよう、常実のような難燃化工事が進められていった。教訓が生かされた例として、JR 以降後のサロンエクスプレスアルカディア火災事故がある。1988年3月30日、起動車、サロンエクスプレスアルカディアが、 越後中里駅、岩原スキー場前駅間で火災を起こした際、トンネルの多い長い区間だったためトンネルを出て、緊急停止した事例などがある。北、国事故の前の1969年にも、北陸トンネル内を通過中の寝大特急、日本海で列車火災が発生したが、この時は列車乗務員が起点を聞かせて、当時の規定を無視して列車をトンネルから脱させ、 速やかな消火作業を可能とした。このため死傷者を生じさせなかったが、国鉄上層部はこれを規定違反として乗務員を処分し、運転マニュアルの見直しを行っていなかった。そのため、事故列車は、長大トンネルの中間で規定通りに停止せざるを得ず、結果として、第三次を弱起した。また、2年後の1971年10月には、山陽本線を走行していた急行。 運前の座席指定車して使用されていた那覇重計の洗面台から出火し、火元の車両を含む3両が消失する事故が発生した。この時は屋外での火災だったが逃げ遅れた乗客1名が煙に巻かれて窒息死したものの、この時点では車両に対して火事対策等は実施されなかった。多数の犠牲者を発生させた責任を問われ、機関士と専務車掌の2人が 業務上過失致死傷罪で起訴された。トンネル内で列車を停止したのが被害を大きくしたなどといった理由により長期裁判とな、争われたが、1980年11月25日に、金沢地方裁判所で下された判決では、事故当時乗務員の取った行為は、規定を遵守し最善を尽くしたとされ、また、車両の切り離し作業におけるブレーキ管のホスの切り離し等、 機関士にとって不慣れな作業による遅れは許される範囲として二人とも無罪が確定した。その一方で、前述の寝台特急日本海火災事故後も、運転マニュアルを改定せず放置し、消防からの申し入れも無視し続けた国鉄幹部の責任が追及されることはなかった。なお、本事故後に、先述の日本海の乗務員に対する処分は撤回されている。この当時、 事故車と同型の推し17型は他に6両が在籍していたが、本事故の翌日には、すべての列車、当時、北、国の他には、上野青森間の急行、とは第一往復のみで使用の運用から外さ、裁判の証拠物件として、保全命令が出され、車席が残された、被災車両の2018号車を除いて全車が廃車、あるいは、 教習車両への改造で1974年までに消滅した。なお、2018は裁判終結後の1981年に廃車。このほか2051が裁判の実地権分用として1980年頃まで金沢運転所に保管されていた。この事故が発生する以前から夜行急行列車の食堂車はすでに縮小が進められていたが、 押し17型の全廃によって、夜高級高列車から食堂車が消滅することとなった。火災発生の原因となった電気暖房配線のショートは、電気暖房を使用する限り、どの車両でも起こり得る事態であり、押し17型だけが特別な危険性を有しているというわけではなかったが、重軽客車は軽量化のために新建材の合板やプラスチックの内装を多用しており、 それが有毒ガスの発生を招いて人的被害を拡大することの一因になった。さらに長大トンネルでは、この事故までトンネル壁部に取り付けられていた証明は、国鉄労働組合、国労、国鉄動力者労働組合、道労などの乗務員の視界を妨げるといった主張で平常時、消灯されていたが、この事故を契機に非常時に問題ありということで、 常時点灯させるようになった。新型寝台車両として1971年から製造が開始されていた分散電源方式の14系客車も床下にディーゼルエンジンを設けていることが安全上問題だとして一時製造を中止した上で集中電源方式の24系の製造に切り替えた後に分割が容易というメリットにより 防火安全対策を施した1 4系、1 5系の製造を1978年から開始し、既存の1 4系、1 4系にも自動消火装置の取り付け等1 4系、1 5系と同等の火事対策が施されている。北、群や、その他の夜行急行列車に使用されていた旧型客車のうち座席車については1 0系や スハ43系東西以来の客車が老朽化したこともあって1973年から難年性を高めた1 2系 a の代替がめられたが、当時の国鉄の内部事情などのため、完了したのは1982年11月の上越新幹線開業に伴うダイヤ改正時であった。新代車に関しては代替できる車両がないことから継続使用されたが、 大部分は2 0系1 0 0 0番台、2000番台に順次取り替えられた。これらも急行は1983年までに座席車や2 0系改造車ともども1 4系客車へ置き換えられ、長距離普通列車での運用も1985年に全廃された。なお、北、グには同年から5 8 3系電車での運行に変更され、 2013年の廃止まで運転された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。